クリスマス配信してくれたら、ああ無理無理、俺セックスしてるよ、ごめんね、違う、クリスマスはセックスしてるから配信できないよ、ごめんね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 え、でも俺彼女とはセックスしてないけん、違う違う、彼女とはセックスしてないけん、そこは虚しいよ。でもやっぱ結局結局ね、じゃあセックスはするけど、それ彼女じゃないけん、そんなクリスマスに彼女とセックスするのが一番幸せやん人でやっぱお前ら面白い、ちゃんと機械裏切ろう、俺好きなんだお前たちのことが、ありがとうね、本当にすげえ俺は幸せです、こんなにたくさんのツッコミ役がいてくれるなんて嬉しいバカ野郎本当におもろい、マジで飽きんわ。お前たちはさ、俺をクリスマスにセックスするけん嫌いかもしれんけどさ、俺はずっとお前らのことは好きやけんないいやつだなって思ったら間違い、それは間違いだろ、俺のこといいやつだと思ってんの、お前そんなんじゃ日本で生きていけないよ、何でも騙されちゃうよ、こんなちょっと優しくされていいやつだと思ってたらダメだぞ、社会に出たら揉まれちゃう、騙されちまうぞ。なんで彼女ダメなんですか、いやその制約と制約がちょっと重すぎて騙されねえぞちょっと制約と制約がさしんどいよなと思って、あいやでもやっぱクリスマスはさすがにちょっと羨ましいね、あのなんかあの感じは羨ましい、ありがとういつも俺の配信に来てくれて、もっと言わせて、ありがとう、まあお前の鼓膜が破れるまで耳元で言ってやろう、ありがとうありがとうありがとうって、お前の夢とかに言ってもうありがとうやめてなるまで俺が言ってやる、ありがとう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 